どうも皆さんこんにちは、クレチューバーリーダーのキミクレシーン豚のりです。さあ今回はスポーツを通してクレの魅力を発信する取り組みにクレチューブします。リーダーキミクレシーン率いるクレの魅力を探る仲間クレチューバー、クレ市内で集めた新たな魅力を市民と一緒にドーンとご紹介。我らクレチューバー。スポーツを通してクレの魅力発信とはどういうことなんでしょうか。はい、ちょっとお借りしていいですか。はい。海、山、豊かな自然に囲まれたクレ市ではアウトドアスポーツが非常に盛んなんです。おお、なるほど。じゃあお借りします。あ、はい。その魅力を発信するために2021年から始まったクレ瀬戸内スポーツブランディング推進事業、スポーツ&ワンダークレ、通称スポワンクレというブランディング事業を行っています。具体的にはどういうことをされてるんですか。アウトドアスポーツといえばクレ、アウトドアスポーツをするならクレのイメージ推進のため、秋名田地域を中心に開催されるサイクリングやマリンスポーツなどのイベントを通じて、クレ市ならではの地域資源を生かしたスポーツのブランド化を実施しています。気になるイベントの情報はどうやって確認すればいいのか教えてくれ。スポワンクレの公式ホームページではイベントの開催日時などさまざまな情報を発信しています。本年度よりスポワンクレの公式ホームページのリニューアルを行いました。これまでも発信していたイベント情報に加え、イベントがなくても個人でアウトドアスポーツに触れることができる場所などを、種目のジャンルやエリアなどから分かりやすく絞ることができるページを今後もどんどん作成していく予定です。7月は7日日曜日にシーサイドバーベキューリレーマラソンインクレポートピアパーク、14日日曜日にアクアスロン倉橋大会が開催されます。8月以降もさまざまなアウトドアスポーツイベントが開催されるので、詳しくはスポワンクレ公式ホームページをご覧ください。スポワンクレではイベントを一緒に盛り上げていただくボランティアスタッフを募集しています。過去のイベントに参加していただいた方、イベントに興味はあるけど体力に自信がないなという方など、どなたでも可能です。まずはボランティアコミュニティの公式 LINE にご登録をお願いします。アウトドアスポーツを通じてクレの魅力をしっかり体感してほしいですね。そうですね。スポワンクレのホームページをチェックしていろんなスポーツを楽しんでくれ。インクルーシブスポーツとは、子どもから高齢者まで障害の有無に関係なく誰でも楽しめることを目指したスポーツ。10月12日の体験会ではハンザヨットをはじめとするさまざまな種目を体験していただけます。次回も見てくれー。